申し訳初めてのお掃除をしてみたいと思います。外回りはパパの担当ですが、内回りはお掃除私やります。家具と同じで、新しい家具でも木のコッパみたいなやつとかついてると思うんですけれども、やっぱり粉っぽい感じがするので、空拭き、または水拭きなどやってみたいと思います。モップと、これはカークランドの車用の空拭きするやつ、そしてこれもカークランドコストコのなんですが、アルコールかな、お薬が入ってるウェットのものと、これは固く絞った雑巾でお掃除をしていきたいと思います。こういうちょっと粉っぽいところがあったりして、どうしても白だから目立ちやすいんですけれども、まあ家と同じです。頑張りたいと思います。ピー、空拭きします。こういうとこ、うん、やっぱりどうしても組み立てただけだから、やっぱり粉っぽい感じが残っているので、ちょっといきます。これも、はい、こんにちは。まだ使ってるわけじゃないので、ほとんど空拭き状態な感じかな。やっぱりね、こういうところ、ここは納車の動画では見せてなかったかなと思うんですが、ここを引き出すとテーブルになっています。あ、ここも光沢がある。こっちのテーブルと同じような感じになってて、で走ってる時にガタガタしないようにちょっと硬くできてる、きつくなってる。で、あ、冷蔵庫も見せてなかったかな。冷蔵庫の中も綺麗にしたいと思います。で、冷蔵庫はちょっとお薬ついてるウェットのやつでいきます。カクランド、はい、これはここ引っ張って横開きです。ここが冷凍、あ、ささやか、かわいいよ。氷のケースがついています。パチッ。で、これも引き出し段がついてて変えられるようになってます。本当にちっちゃいホテル屋にあるような冷蔵庫のイメージかな。はい、閉めます。閉めるときただ押すだけ。で、こういうところ、手のところは崩れつき、シェードのところのこういうところにもホコリがつくので、ここやります。で、こういう上のところ、家と同じだね、本当ね、家だね。そして、あ、ここ見せてなかったところ、ここは電源が入ってると言ったのですが、こういうコンセントになってて、外部とかインバータ、エアコンの電源、レンジの電源で、まあ、で、物が入れられない。で、ここのところ、ね、で、電子レンジはパキッ。これまだ使ったことないんだけど、本当にシンプルだよ。ピピピピピピってタイマーやってオンするだけのやつです。で、こういうところも、なっています。上のところにはこういう間接照明がついています。で、こういうとこなんですよ。これの登場、ピーッとピピ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 って。ここはいいんだけど、他のとこ結構あの線とかがあるので要注意。手が届かないようなところは、これ結構便利、優れもの感じ。ここは物ちょっと入れちゃってるね、入れちゃってるんですが、今はもう引き出すとティッシュ、濡れウェットティッシュと、これ冬眠パパ入れてる水平器。え、水平器これどういう時に止める時、駐車する時、そう、どっちが低いとか水平にするとか、とりあえずここに入れてるんだから。そうそう、あのテーブルクロス100均で買ったやつと、あ、鏡ですね、鏡入っています。ティッシュもテーブルに
置きたくなくて、本当になんか物を置きたくないんですよね私ね。物はもう中に詰め込みたい、見えるところに置きたくないタイプなので、ティッシュとかも全部ここ使う時に引き出すっていうような感じにして、きれいに使いたいという感じになっています。あとここは開きません。ここは冷蔵庫のなんていうの、排気口排気口になっています。そしてこっちは水タンク、今はもうちょっとね雑巾排水した後なので、雑巾でちょっと水滴を抑えたりしてるのですが、これ取り替える時にお掃除きれいにします。本、椅子はレザーなので本来は空拭きだけど、本当になんか食べ物とかこぼしちゃったりした時は固く絞ったタオルで雑巾かでささっと拭く感じ。今汚れてないからから拭き、でもこれもし布とかだったら掃除機っていうことになるのかな。で、こういうところを拭いていきます。こういうね、こういうところなんだ、こういうところ。で、どこにつけた、あ、これパパこれつけたんだ、うん、増やした、増やしてどれほどあるんだろう私たちのところにはこれがだってここにもコンセント2つと USB あるのにさらにつけたの揺れるどれほどつけるのさ好きだね本当にね、たくさんあると安心するタイプでしょパパで、ここはあの納車盗難の時にお見せしたんだけど、機械があるからあまり、ね、大したものは受けないけど、ちょっとのものだったら受けるのかな。ソーラーコントローラーね、そしてここの上、よいしょ、ここにも間接照明、同じように上のところにね、あ、これ間接照明のやつって柔らかいんだ、あ、うん、テープだ、ね、テープみたいなやつが垂らさってた、あまり強くやったら動いちゃうから、そーっとそーっとそーっと、そしてこの中、あ、これ開いてる、何にも入ってない状態でロックかかって止められる。ここ何置くの、カップラーメンカップ麺とかレトルトご飯、この辺りで、そんなに大きいわけじゃないから大したものは入れられない感じで、カチャ、右側も同じような感じ。これスピーカーはね2個、スピーカーは右と左、そして2階のベッドのところ、ここ次に小窓のところ、カーテンレールになっているので、カーテンレールのところここ掃除します。こういうところ、やっぱりこの新しいなりのね、埃があるんだ。ここのものは、もうあそこのさっき見たところの3分の1まではいかないけど、本当に。やや半分。うん、っていう感じかな。こっちも、お、こういうところだ、こういうところ、こういうところ、こういうところ、こっちも同じサイズです。ここね、少しこの指のこのくらい深くなってる。だから物が落ちづらい感じになってるのかな。外部インバーター。インバーターの USB かな。これ貼ってくれてるのすごいありがたいね。そうそう、ここ家でもそうだけど、ライトのここがね、ホコリがたまるのよ。たまるたまるたまる。テーブルのここなんですが、ここ結構たまりやすい。ビビビビビ。あ、ここもここ外れるんですよね。テレビ空拭きです。で、ここモニター、インバーター、スイッチパネル。そして、あ、ここって斜めだったんだ。靴箱の裏なんですが、ここ雑
石多分倒しても倒れるように斜めにデザインしてくれてるんですね。そしてここにはリモコン類が置けるようにケースになっています。これテレビのリモコンと、これがカロチェリアのリモコンになります。でこれがエアコン、こういうちょっとした気配り、開けた時にぶつからないようにこういうゴムみたいのが垂らさってて、ここに貼っててくれてるんですね。ここです。こう開けた時にぶつからない。車と同じなんだけど、どうしてもね、乗るときに足蹴っ飛ばしてるわけじゃないんだけど、ここついちゃうのね、足。こういうところは優しく、ここら辺はちょっとデリケート。こういうとこまでやっちゃうので、これってほとんど使わないの？今、まあ、意味ない。意味ないね。そうね。ということ。今回はワンダーシェアソフトウェアさんとのタイアップでフィモーラという編集ソフトを使って編集しました。動画編集は今まで無料のアプリをさまざま使って携帯だけで編集していました。なぜならドーミーママは寝っ転がったり楽な姿勢の怠け者スタイルが好きなのと、パソコンが古かったので重くてこれなら携帯の方が早くて楽っていう理由だったんです。こんな感じでやってました。それが最近パソコンのサポートがついになくなるっていうことでパソコンを買い替えたところ、これがまた軽くてサクサク、それならと動画編集ソフトを入れようかとあれこれ悩んでいるところにタイアップのお声をかけていただき、編集ソフト初心者でしたがドーミーママ挑戦となりました。フィモーラをダウンロードしてみたいと思います。いくよ。モーラ出たよ。ピッで、ピッ、詳細チェックしてみます。すると Windows 版と Mac 版に切り替える。今これ Windows 版になってるみたいです。でもし購入するとなった場合には1年間のプランが6980円と、ライセンスで1年間とそんなに変わらないね。8980円、使い切りタイプ。そしてダウンロード、まず無料の入れないといけないのでファイルを開く。そして許可しますか。はい、インストール、今すぐ開始。ポン、待つ。フィモーラを立ち上げてみますよ。ダブルクリック。そしてここにクリエイターアカデミーっていうのがあって、ここに基本操作ガイドというのがあって、すると、皆さんこんにちは。この動画はワンダーシェアフィモーラの入門操作ガイドです。もうこれを見ると一からやっていくと優しくできるという。この動画に使ったオープニングはここにインスタントモードというのがあって、好きな動画を選んで動画と文字を差し替えるだけで作りました。編集する画面は3つに分かれていて、ここが動画を集めたり素材を表示させて選ぶところ、右側が動画を表示するところ、下が時間経過で編集していくところとなっています。基本的に使うものが表示されていて、応用的なものはボタンを押すと表示されるといった感じ。実際の動画作成はパソコンに入っている動画をここに持ってきて、時間経過のラインのところに並べていきます。長いので見やすく縮めます。
再生してみます。次に動画のいらないところをハサミマークを押してカットしてゴミ箱マークへ入れます。動画と動画の間のつなぎ目を自然になるようにつなぎ目の素材を持ってきてふわーっとさせています。するとこんな感じとなります。それを繰り返していって次に音楽をつけます。オーディオっていうところで音楽を選んで下に持ってきて貼り付けます。音量も線を上下するだけで変えられます。動画を見てみるとこういう感じになります。フィモーラを使ってみた感想、分かりやすかったです。説明動画で基本操作を一通り見てその通りにやっていけばできるといった感じで思ったよりも分かりやすかったです。操作画面がシンプルで余計なものがない、シンプルイズベストって感じ。 YouTube 動画って高度すぎると身近な手作り感がなくなっちゃうから、私はシンプルな編集でいいかなって思っています。分かってきたら機能追加もできてプロ仕様にすることもできるので、慣れたソフトでレベルアップできるのは使いやすいんじゃないかなって思います。気に入ったところはテンプレートが多いところ。テンプレートって出来上がったサンプルみたいなもので、文字とか動画を差し替えるだけでプロっぽくできちゃうんですね。気になるお値段ですが、払い続けるタイプのソフトが多い中で買い切りっていうところがいいところかな。デメリットはパソコンソフトなので寝っ転がってやりづらいところかな。でもパソコンだと画面操作しやすかったり保存も安心で機能的には優れているから、フィモーラこれからも勉強していこうと思っています。怠け者の姿勢から正しい姿勢にバージョンアップします。